はい、どうも、コンシェルジュです。あのね、元カノと復縁したい、元カノと復縁したい、自殺したいっていう人。これね、ちょくちょく言ってるけど、自殺はダメ。で、何がダメかって、もちろん普通にダメなのもそうだけど、自殺したいって口に出しちゃうタイプの男性は、復縁はできないですよ、それは。女の子は、まあ結構その将来現実的に考えるタイプなんで、あと、まあ察知しますよね。男の、こいつはどんな男かっていうのを、僕らとは違う感覚器官を持ってて、なんか感覚で察知してるのが女性。死にたいとかっていうことを口に出したりとか、まあ思っちゃったりする男の子のことは、彼女らわかるんですよ。情けねえっていうのが。で最初はね、まあ恋愛っていうのがありますから、そういうね、ちょっと弱めの性格のあなたでも、その彼女さんと付き合うことはできたでしょう。でもこれは復縁なんです。普通の恋愛とはちょっと違うんです。復縁においては情けないっていうのは絶対にダメなの。なので、自殺するって言わないで。言ってもいいや。言ってもいいけど、あのね、その自殺する気持ちがあるんだったら、やることやってみればいいじゃないですか。じゃあ、その極論ですけど、ネット復縁工作なり、何なり僕にお申し込みしていただいて、チャレンジして、一生懸命頑張って、ダメだったら死ねばいいんじゃないですか。ダメだったら死ねばいいんじゃないですかって言ってますけど、なぜこういうことを言えるかっていうと、僕に何かご依頼していただくと、その期間回数無制限でずっとご相談対応しますよっていう、動くとそのメールとかね、場合によってはその電話とかでご相談できますよっていう、のがありますけど、それがあるので、あのね、死ぬ気なくなっちゃうと思うよ。申し訳ないけど。申し訳ないけど、どれだけあなたが死にたいとしても大丈夫。絶対に死なせない自信はある。もうね、大丈夫です。死ねなくなっちゃう。死ねなくなっちゃいますよ。だから、まあ、こういうこと言えるんです。もしあなたが死にたいほど復縁したくて悩んでるんであれば、僕にお願いして、ダメだったら死のうと思ってお願いしていただければいいじゃないですか。僕にご依頼していただいて、ネット復縁工作をね。で、失敗しましたってなったら死ねばいいんじゃない。でもその成功しようが失敗しようがどっちでもいいですけど、今そこ成功失敗は今その話の問題じゃないんで、どっちにしろあなたは死ねなくなっちゃうから、僕と関わってれば。僕って、まあ、僭越ながらそういう人間です。あなたを死なせない、自然に死ねなくなっちゃうっていうのはね、この間、いろいろやっぱり、いろんな僕も経験したりとか、話聞いたりしてますから、すげえ考えてたことがあって、自殺するやつは、勇敢なのかという問題。どう思います?自殺は、勇敢なの?どう思いますか、あなた。いろんな人とちょっと話しててね。自殺するっていうのはもう怖くてできないと、勇敢だよねっていう話があったんですよ。で僕も最初まあそうかなと思ってたんですけど、あれちょっと待てっていう、気づいて、ちょっと待てよって。自殺する人たち、もちろんそのそれなりのね、その人なりの辛い事情あったと思いますけど、この俺様よりね、今逆で言ってんですよ、この俺様より勇敢なのかって思ったんですよ。いや絶対僕の方が勇敢だろうと思って、僕だっていろんな怖いことあったし、死ぬかもしんないと思ったこともあったね。なんかこれは言ったかな、別のあれで言ったのかな、探偵時代とか、走ってる車の前に寝転んで止めたことあるもん。その浮気してるやつらが逃げようとするから車で、僕のことを踏み潰してはいかねえだろうと思って、走ってる車の前に飛び出てこう寝そべったよね。いや、一歩間違ったら死んでたね。だからその車に乗ってたその浮気旦那が一般人だから良かったものの、一般人はさすがに僕のこと踏んでいかないじゃないですか、車で。結構でかいミニバンだったよ。ノアみたいなやつ。ノアとかその、ボクシーみたいな感じのやつだった。で、こっちもこっちでその当時セレナみたいなの乗ってたのかな。で、車で逃げようとするから、ちょっと車で追っかけて、すごく逃げ回るんで、もう寝たっていう。車、僕降りてね。その場でバッと降りて、寝たよね。したら僕の寸前で止まってくれたよね。
でもあれね、乗ってたのがちょっとそのやんちゃなジャンルの人だったら僕惹かれてたぜ多分。あれ死んでたわ、絶対死んでたよね。うん、いや俺の方が勇敢だろうと思うんですよ。でも僕自殺って怖くて怖くてできない、恐ろしい。うん、でも僕の方が自殺してる人たちより絶対に勇敢だっていう自負はあるし、なんだろうこれって思った時に僕分かっちゃったんですよ。僕の人生ってハッピーライフ、ハッピーホーム、タマホームですよ。ハッピーライフなの今。ハッピーライフなのだって、ハッピーライフなんですよ。僕、月折りの月ね。でも自殺しちゃう人たちってあんまりハッピーじゃないってことなんですよ。楽しくないの。自殺しちゃう人。で、ここに死の地平があるんですよ。見えますね。あ、見えるね。はいはいはい、死ぬっていうエリアが、これ地面ですよ、これビルですよ、考えてみたら。で、僕の人生って、まあ、自分努力したんですけどね、もちろん努力によってそれなりに楽しくなってるので、ここに僕立ってます。死が遠い遠い遠いこと遠いこと、もうこの辺風ビュービュー吹いて、いや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 無理だわ。これまあ飛び降り自殺のイメージですけどね、僕は楽しいので、その楽しい人生の上に立ってるから、死がこうやって死を見下ろした時に、いやいやいけないいけないいけない無理無理ってなるんですよ。うん、でも自殺しちゃう人たちって、例えばあなた自殺したい、元カノに振られて、まあ元カレに振られてもいいけど、あなたが男でも女でもね、今辛い状態で自殺したい、今楽しくないでしょ。ここ1週間で何楽しいことしましたか。はい、してないでしょ、一個もしてないと思うよ、死にたいと思ってる人は。うん、ここに立ってるんですよ。で、こっから見た時にいけるかなって思うんですよ。ひょいっと行くんですよね、一歩踏み出すのが。ちょっとこれ飛び降りても、いや、といけるかなって、これ2階建てのビルぐらいだとしてさ、いや、この2階建てのこっからだったらいけそうだなって見えるんですよ、死が。でも僕はもうこれ例えば10階建てのところから見てるんで、いやー怖えわっていう、この差って別に勇敢だから勇敢じゃないからじゃないよね。うん、僕の方が勇敢ですよ。で、僕もここにもし行けばそれは飛び降りられるよ、2階ぐらいだったら。でもこれ勇敢だからじゃないんですよ、ただただ死が近くに見えてるんですよ、距離感が、死との距離感が近いの、仲良しなんです。結構近いところまで死が来てるんですよ、死神みたいなもんがね。うん、だからひょいっと死っていうものと仲良くなれちゃうのが自殺しちゃう人たちなんですよね。だからあなた、その自殺したいって思ってるのは楽しくないからです。楽しいことしよう。楽しいことしよう。楽しいことすれば自殺は絶対にしたくなくなります。で、ここに例え話。僕はよく例え話でね、例えるのが、要はその、皆さんと対極に位置する人たちっていうのがいるじゃないですか。だから、そのすごく例え話として例えやすいので、僕結構ちょくちょく出すんですけど、怖い人、不良。不良の人たちいますよね。20歳、30歳、40歳の不良の人たち。自殺ってそんなにしなくないですか？聞いたことあります？自分の身の回りの不良が自殺って。うん、あのさ、そうそう、この動画はね、12月の半ばぐらいに撮ってんだけど、東名高速でさ、煽り運転で死亡させたさ、あの石橋被告、懲役18年行ったね。行ったね。うん。あれは行くよ。あれはやばい人じゃないですか。あれはあの殺そうと思ってるからね、絶対。車止めた時点で絶対にあのバンに乗ってた家族殺す気でやってますからね。 100% それ間違いないです。絶対に殺す気でやってた。後ろから突っ込んできたらこいつらが死ぬべって思って前に止めてるんですよ。潰されるのはその後ろに止まってるその被害者のミニバンっていうか、まあワゴン車だったんだよね。で、石橋被告の車はあれ、なんだい？あの、まあ、ハッチバックのなんか車だよね。
僕現場見てないから分かんないけど結構ちょっと距離を置いて止めたはずだよ。車止めさすときは前に出て急ブレーキ踏んで止めさすよね。そっからちょっと前に出て止めるんだよね、うん、したら大丈夫じゃん。ギリ自分だけ大丈夫そうになりそうじゃん、うん、だからやつは殺す気でやってるはずっす。そういう人たちって相手殺すこと考えるけど自分死のうって思わないよね。なんで？楽しいからっす。楽しいから。だからまだその法律とか関係ないし、腹立つことがあったらぶん殴るね、その好きなこと好き勝手やって法律も特に関係なく破る。楽しいことのためには覚醒剤とかそういうものもやる、うん、こういう人たちは自殺しないんです。楽しいからっす。そっち方面の悪い方面で楽しいから、やっぱり下からこう上から見た時に死っていうものを、いや無理だわって思うんですよね。あなたも正直、まあ、もちろんこっちの方向ダメですけどね、これはダメ。僕その怖い人っていうか、ああいうことする人大っ嫌い、うん、あれ出ない本当に大っ嫌い。僕は基本真面目ですから、僕みたいな幸せっていうか楽しい人生を送らないと、その死んじゃうっていうのはなくならないです。いつまでも死が近くに見えてる状態だから、僕と喋ってるといろいろ楽しい話はしますんで、聞いたことない話とかだからなんかだんだん人生楽しくなってきて、ちょっと死が遠のいていくんですよ、うん、であなたも例えば僕にお申し込みとかしていただいてね、 2,3 ヶ月経ってほいっと死見た時に、あれちょっと遠くなってんなっていう感じになると思うんですよね。だから死ねなくなるんですけど、うん、でまあそもそも論としては、まあ死んじゃうっていう可能性がちょこっとでもあるやつと誰が復縁するんですか。絶対にしないよ。絶対にしない。恋愛だったらあるかもしれない。死にたい死にたいって言ってる人と付き合う、まあありえるかもしれない。最初の恋愛、ファースト恋愛はね。でも復縁ではそれは絶対にないんで、うん、その死が近くに見えてる状態から、死と仲良しの状態から抜け出したかったら楽しいことするか僕と友達になるしかないわ、うん、僕とまあ相談できる間柄になって頑張って復縁目指していくしかないんじゃないですか。うん、だからちょこっと前にさ、ほらあの自殺動画みたいなの、その自殺配信みたいなした若い女の子いたよね、1年ぐらい前かな。僕もその誰かがアーカイブで残してある動画を見たことあるけどさ、なんかその電車のホームかなんかで女の子、日本人だよ、日本人の女の子がなんかいろいろツイキャスかなんかで多分配信してたんだろうね。で私はその頼る人もいないし人生つまんないしって言ってたんで、確かね、つまんない面白くないみたいなことは言ってた、何のために生きてるのか分かんないみたいなね、まあ、とにかくそんなニュアンスのことはやっぱり言ってるんですよ。つまんないんですよ、うん、だから愛されたいとか愛してくれないとか、誰も分かってくれない、誰も分かってくれないはそうだね、あの楽しくないってことですよ。だからその彼に振られたとかで、あんまりそれ直接的な原因じゃなくて、結果人生楽しくなくなっちゃったから死ぬんですよね、うん、でまさにその僕が今説明した通りで、なんか配信中にその駅のホームでね、配信中に電車の音がファーンって聞こえるじゃないですか、大体結構早いやつ来る時の音、うん、飽きたみたいな感じで、スクッと立ってそのトコトコトコって行くっていう、でその動画ではその飛び降りる瞬間までは乗ってなかったけど、うん、まあそうだよね、多分その後推測するんだれば、こうトコトコトコってそう駅のホームの縁に立って電車来たと思って、まるで普通に止まってる電車に飛び乗るかのようにひょいって行っただけだよ多分。だからこの高さだからさこの高さしかないからひょいって行けるんですよね、うん、だからあなた自殺しないで、しないでとしか言えないうん、人生もっと楽しいことあるからさ。だからまあその真面目一辺倒もダメだしっていう話も散々してるしさ、
小悪魔的なね、女の子になんなきゃダメだよとか、女の子だったらね、男だったらちょっとぐらい悪いことしてみなきゃダメだよっていう、その捕まるような悪いこととか法律違反とかじゃなく、道義的に悪いことね、例えばさ、ごまたかけてみればいいじゃないですか。ごまたじゃない、七股でいいよ、七股、ね、7人の女の子と遊んでみればいいのさ。そのなかなか7人も女の子も取り扱えないって言うんだったら、落とせないって言うんだったら、ちょっと可愛くない子でもいいじゃないですか、ね、月月か月月か水木金金ですよ、知ってる、朝だ夜明けだっつってね、後ろの息吹月月踊りしない火水木金金ですよ。胸に若さのみなぎる誇り、海の男の艦隊勤務、月月火水木金金で七股七人の女の子と付き合ってみればいいじゃん、ね、で全員に対して君だけだよって言ってみるっていう悪さ、してみればいいじゃん、真面目一辺倒じゃダメとか、そういう話とかもやっぱりこういう自殺の話までつながってきてさ、こういうことやってるとなんか楽しくなってきて死ぬ気なんてなくなるんですよね。はい、頑張っていこう。今回は以上です、コンシェルジュでした。ではまた。